田中大二郎は元プロ野球選手、神奈川県小田原市出身、富士見小一年から小田原ベアーズで野球を始める。中学校は高知県の明徳義塾中学校へ野球留学し、3年時に小田原市立佐古中学校へ転校。東海大相模高校では1年春からベンチ入りし、夏からは4番、2年春の 第77回選抜高等学校野球大会では2試合連続弾。3年夏の全国高等学校野球選手権。神奈川大会では3本塁打するも決勝で敗退。一塁手として活躍、高校通算44本塁打。2006年の高校生ドラフトで巨人が3巡目、指名。11月1日、契約金5000万円。 年俸六百万円で合意式仮契約。プロ入団を機に強権を生かすため、一塁手から外野手へ転向した。二千七年三月十八日に高卒ルーキーとしては二千三年の長田正宏以来、坂本隼人と共に一軍のオープン戦に右翼手として途中出場。イースタンリーグでは優先的に出場機会を与えられ、三月二十四日の開幕戦で、 高崎健太郎から初打席初安打を放った。チームサイトの88試合に出場312打数71安打打率22810本塁打44打点超打率413はチームサイトの成績でビッグホープ賞を受賞した。守備面では9月17日の対ヤクルト14回戦で1試合。 3補札のリーグ対記録をマーク。最終的には、リーグ最多となるシーズン13補札を記録し、強権ぶりを発揮。守備範囲も広く、視察数も160と外野手で2位を記録したが、打球判断は未熟なところがあり、8失策は外野手としてリーグ最多だった。2008年モニ軍のレギュラーとして活躍。三振も減り打撃に確実性が増した。 死球は少なかったが、20死球はリーグ断突だった。最終的に85試合に出場、打率、266本塁打11打点47の高成績で中井大輔と共に2軍の打線の中軸として活躍。6月4日には初の一軍昇格、6月6日に代打として初出場を果たしたが、清水直行の前に三振に倒れ、 翌日に2軍降格。2009年、2軍では97試合に出場。打率、261本塁打11打点60の成績を残す。8月4日に、腰痛の利消耀と入れ替わりで1軍昇格。当日の広島戦に8番一塁手として、初スタメン出場し、第4打席に横山隆二から、プロ初安打を記録した。2010年、 に軍では107試合に出場リーグ17位の打率273本塁打8打点46の成績を残すものの一軍出場なしに終わった小笠原道博を習うようにしており小笠原の自主トレには帯同している2012年11月4日に球団から戦力外通告を受けた同16日に引退の意向を球団に伝え今後は 球団職員として、巨人軍の少年野球スクール、ジャイアンツアカデミーの普及に携わることになった。2014年度より、産業能力大学情報マネジメント学部現代、マネジメント学科通信教育家庭在学中。2018年限りで、ジャイアンツアカデミーのコーチを退任し2019年から、スコアラー就任。遠藤105メートルの強権。高校時代は、 圧倒的なパフォーマンスと評される硬いファースト守備で注目された。特に素早いバント処理や守備範囲の広さ、柔らかいハンドリングが高く評価されていた。50メートル6.4秒。本塁から一塁までの総力タイム6.3秒。打撃面では、長打力に定評はあったものの、ボールへのコンタクト力に課題があった。ありがとうございます。